ン15周年記念大会、アイスリボン横浜武道館大会、2021年8月9日月曜祝日開催の大会の、記者会見を行いたいと思います。第1試合6人タッグマッチ20分一本勝負、チェリー宮城もち真白勇気 VS 青木いつき石川奈緒サラン。それではまずサラン選手、意気込みをお願いします。憧れのいつき選手とタッグを組んで対戦できるのはとても楽しみです。武道館は武道の場所なので、サラン武道はサランサランは前の武道だったので、武道が主役になれるように頑張りたいと思います。続きまして石川奈緒選手、意気込みをお願いします。はい、体格の選手、パワーバランス的に見ても真白以外かなり先輩方で、戦えることはもちろん嬉しいんですけれども、やっぱり自分は後楽園ホール大会で時間が足りなくてドローになってしまったので、真白を自分がこの横浜文化体育館大会は自分が真白から横浜武道館大会は、自分が真白から取って決めたいと思います。第一試合自分の曲で勝利を飾りたいと思ってますので、よろしくお願いします。続きまして真白勇気選手、意気込みをお願いします。はい、チェリーさんとモチさんと組むのは初めてなんですけど、こんな有力な選手が隣にいたらすごい私たちが勝てますよね。なんか横浜武道館を間違ってる人には貸したくないんで、間違えた。今のカットしてもらえます。カットで。オッケー。勝つので3取ります。はい、有力な選手その1の宮城もちです。はい、まあ石川も、気づいてる通り、真白も気づいてる通り、私たち側ですか、どう見ても、負ける感じが1ミリもないんですね。で、私たちが出てって、勝つのってすごい、簡単なことなので、私の中では真白をうまく使って、普段は多分真白って先輩とかを使うので結構自然にうまくできちゃうタイプだと思うんですよ。で、先輩を使ってこううまく勝ったりとかするんですけども、武道館では私たちが真白をうまく使って真白に勝たせたいと思ってます。はい、続きましてチェリー選手。はい、有力な選手その2のチェリーです。はい、私はこのね、タッグチームもちちゃん、真白ちゃんと組んで試合できるのがもう本当に嬉しいです。そしてとても頼もしいです。もうどんどんね、力をつけてますし、でもちちゃんもね、本当に昔からね、もう有力な選手で、はい、もうとっても素晴らしい選手なので、この3人でもう力を合わせて、このね、横浜武道館大会第1試合、ドカンドカンと盛り上げていきたいと思います。はい。はい、サラン選手、ビッグマッチに臨む気持ちっていうのはいかがですか？デビューが間もないですが。緊張しかありません。マシロ選手はビッグマッチで後輩と対戦することになりますが、いかがですか？はい、私このビッグマッチ1周年なんですよ、言ってなかったけど、忘れてた。わーい、後輩と試合することですよね。1年先輩としてのなんか真白のなんか真白らしさの先輩をやりたいなって思います。大丈夫かな。第2試合、ピンスパテーカー試合&朝日復帰戦、8人タッグマッチ20分一本勝負、朝日、アンジュム、ヤッピー、マドレーヌ選手は決勝となります。 VS 新垣里奈、コウボモモ、バニー及川、花ナホノリ。まずはヤッピー選手、意気込みお願いします。はい、初めて武道館で
戦いますね。私はピースパー所属ですね。私のピースパーの仲間に戦えるのはすごく嬉しいです。そして私のチームに私の大好きな朝ちゃんとチームが嬉しいです。そして対角は私の大好き大好きなバニニーちゃんがいるので、浅井ちゃんと愛情を込めて守ります。バニニーは愛情を込めて殴ります。バニニー見るか、いっぱいケツくらえ。はい、お願いします。続きまして朝日選手、意気込みお願いします。はい、改めまして8月9日横浜武道館大会で復帰させていただくことになりました。4月からレブラスに入社してスタッフ業務を続けていく中で、自分の今までの選手生活においてお客様であったりスタッフの方だったり選手の方であったり、本当に感謝が足りていなかったというのを痛感しています。アイスリボンに入社して、気づいたことはそれだけではないんですけど、自分が今後プロレス復帰するにあたって本当に大切なことにいろいろ気づけたと思ってます。横浜武道館での試合は誰から勝つとか誰を狙うとかではなくて、自分が試合を楽しむことに意味があると思ってるので、自分が楽しいと思えばお客さんもきっと楽しいって思ってくださると思うので、それをモットーにして試合に挑みたいと思います。はい、以上です。8月に、スタッフとして戻ってからここまでのこう練習だったりの手応え、感触っていうのはいかがですか？手応え、やっぱりもともと不器用な方なので、不器用さはまだ全然ずっと残ってるんですけど、自分なりに頑張ってやってきました。はい、第3試合タッグマッチ20分一本勝負、アジャコング夏美 VS 星ハムコ、星いぶき。まずはじめにアジャコング選手からのコメントを代読いたします。ごちゃごちゃ言ってるならリングで決着つけるのがプロレスラーとしては一番いい方法です。なので今回のいぶき選手の主張はごもっともです。当初は巻き込まれたのうんぬん言っておりましたが、プロレスラーらしくきっちりリングで話し合いたいと思います。また夏美とのタッグということで目いっぱいのサポートをして徹底的に守り抜きたいと思いますとのことです。それでは星いぶき選手、意気込みお願いします。はい、自分は夏美選手に対してもう一言で言うと嫉妬しかしてないです。まあ自分はアジャさんがものすごく大好きで、大好きなのに横に入れない、でも夏美選手はデビュー戦の相手アジャさんだし、ずっとアジャさんだってセコンド来ないのに、セコンドに夏美選手のセコンドに来てものすごく嫉妬っていうかずるいなっていう、すごい心が強くて、で先日もピースパーティーで夏美選手と最初で最後の前哨戦をした時にものすごく気持ちが夏美選手に対してすごい入ってたし、なんだろう、危機感を持ちました。その時点で自分もここで余裕を持って試合をしてたら夏美選手に突き取られてしまうんじゃないかって思ってます。なのでこの大会は絶対アジャさんの前で夏美選手からスリーを取りたいなって思います。続きまして星ハムコ選手、お願いします。はい、皆さん、はい、なんかいぶきのコメントを聞いていたら、母の私よりアジャコング選手を愛しているんじゃないかなってすごい心が痛くなりました。リング上でアジャソンの子になりたいって言ってたし、なんか私なんかいなくてもいいんじゃないかなって思ったんですけど、実の母親なのでやっぱり親子でタッグのベルト取りたいっていう夢もあるので、まあいぶきはアジャコング選手と対戦するときはテストの点数100点取るし、なんか言うこと聞くし、なんかもう一生アジャさんと対戦してればいいなって私は思います。
で今回夏美選手まだデビューしたての新人の選手なんですけれども、やっぱり手足が長くて、なんか試合見てると本当に新人離れした動きもするし、やっぱりなかなかね新人選手が少ない中で対戦させていただけるっていうことは私にとっても勉強になるので、はい、アジャコング選手よりも夏美選手を私も楽しみたいと思います。はい、続きまして夏美選手、意気込みをお願いします。はい、やはり今回この対戦というのはアジャ選手がいてくださったからこそ実現した対戦だと思うんですけれども、今回この武道館大会で初めての武道館大会になるんですけれども、アジャさんがいての夏美ではなく、しっかり伊吹選手に勝ってプロレスラー夏美っていう存在を多くの方に広めていきたいと思います。頑張ります。伊吹選手としてはやっぱりここで勝ってまた、アジャさんと組みたい。はい、そうですね、ここで勝っとかないと、アジャさんの前で勝っとかないと、なんだろうな、こういう今思ってる心情っていうんですかが伝えられないので、絶対勝ってアジャさんとまた一緒に戦いたいっていうか、一緒に組みたいなと思います。複雑な心境、親心だと思いますが、いかがですか？私よりアジャさんだなっていうのを今思ったんですけども、まあね、武道館はねやっぱ初めてですし大きな大会なので、親子スターを私は広めていきたいなって思うので、親子でアジャ夏美組を倒したいと思います。夏美選手は今まで、アジャ選手が指導を受けてきて、試合もしてセコンドにもついてもらったっていう中で、今回タッグっていうのはいかがですか？そうですね、やっぱりデビュー戦の時からアジャさんにたくさんいろんなことを、何も本当にプロレスを知らなかった私にたくさん今教えていただいているんですけれども、初めてタッグを組ませていただけるということで、まずそのこと自体も私自身嬉しいですし、アジャさんの期待をに応えられるような試合にしたいと思っています。第4試合トライアングルリボン選手権試合、15分一本勝負、チャンピオンテクラ VS 挑戦者ラム会長 VS 挑戦者トトロサツキ、第40代王者2度目の防衛戦です。それではまずは挑戦者トトロサツキ選手、意気込みをお願いします。はい、私は今まで、かねてからベルトを巻きたい、チャンピオンになりたい、そう言ってきました。それはなぜかというと、もちろん、チャンピオンであるベルトを持っているということは強さの象徴であります。もう一つ、自分に関わっている全ての人、選手、スタッフ、お客様、家族、全ての人に感謝の気持ちを伝えられることだと思っています。なので、横浜武道館でベルトを巻いてみんなへの感謝の気持ちを表したいと思います。以上です。続きまして挑戦者ラム会長選手、意気込みをお願いします。はい、トリプルシックス所属のラム会長です。ですね、まあ私はもうずっとこのベルトに、まあ、固執というかね、挑戦させていただいているわけですけれども、今回この 8.9 で取れば3度目なのかな、もうそんだけ巻いていますし、持ってる実感もとても長かったです。とても愛着のある愛情のあるベルトです。この中でしたら私が一番やはりこのベルトを盛り上げる自信があります。確実に私が持っていたら一番面白いベルトになります。それは言い切れます。そのためにそれをすることによってアイスリボンも盛り上がります。なので私はアイスリボンのためにも自分のためにもこのベルトを巻きたいと思っております。よろしくお願いいたします。続きましてチャンピオンテクラ選手。おい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 、 I didn't understand one word you just said, but I assume you are going forThis belt here, and hello everybody, my name is Tekla, and I am Tekla 2 belts. I don't have one belt, I have two belts. So, let me tell you something, I'm on top of the world right now. Look at these, I'm strong as hell these days. So, I don't see a threat,
with these two here. You can try me. I love my title matches. Let's go! So, 日本語、日本語、日本語。絶対負けられない。会長! I like your style. You're cool. You're かっこいい。But your skill は、まあ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 。You're not so strong. And Totoro! 今日、負けました。武道館でもう負けます。Let's go! どうでしょう、今日はもう前哨戦を経ての本番へのご気持ちでいかがですか。はい、まあ、事実として今日負けましたけど、ただ今日の負けを、糧にしてしっかり対策をして、8月9日本番に臨みたいと思っております。何か今日の前哨戦を、2人の前哨戦を見て、自分は逆に 3way をまた一つ経験してっていうところで、はい、どんな風に今日の試合が影響してきそうですか。そうです、どんな風に、この今日の試合を見て、はい、踏まえて本番どうなりそうか、本番どうなりそうか。そうですね、まあ、それぞれこのベルトのためにそれぞれ技術を磨いていると思うんですけれども、経験値ではやはり自分は負けないので、大一番という経験もいろいろしておりますし、そういった意味ではね、私が結局は勝つのではないかなと確信しております。第5試合、次期 ICE クロスインフィニティ挑戦者決定戦、時間無制限一本勝負、藤田茜 VS 尾崎舞香。まずは尾崎舞香選手、意気込みお願いします。私は前回の後楽園ホール大会でゆきさんとタックのベルトを一緒に巻くと誓って試合したんですけれども、その時に惜しくも負けてしまい、タックのベルトは取れなかったんですけれども、その時にゆきさんと約束をしました。私はアジュレボでタックのベルトを取ってくるから、マイカはシングルのベルトを取ってエネミーにベルトを持って帰ろうと。なのでここで茜さんとの試合に負けると挑戦権が得られないので、その約束を果たすことができません。私はまだエネミーのベルト総取りを諦めてはいません。一度惜しいところまで行ったので、ここでチャンスをつかめなければエネミーの総取りはもう当分かなわないかもしれません。なのでここで落とすわけにはいかないので、しっかりここで勝って、どっちが勝ってくるかわからないですけど、どっちが勝ってきても勝てるように対策します。茜さんとは個人的にシングルをする回数が少なくて、多分もう片手で数えるぐらいしかやったことないんですけれども、自分の方が多分1勝2敗とかちょっと負けてるので、そこら辺も結構前にやったので、もう成長した自分で、堂々とした自分でっていうのは、茜さんとシングル、その状態でするシングルはまだないので、この自信をちゃんと持った自分で茜さんに挑みたいと思います。続きまして藤田茜選手、はい、私はちゃんと何の約束もしてないですし、ちょっと最後に裏切られたショックから勢いで言っちゃった部分もあったんですよ。そっちタック行くならじゃあシングルやらせてくれって言って勢いで言っちゃった部分もあって、多分そのお二人も勢いで OK してくれたと思うんですよ。でも勢いで言って OK してもらったとしても、そんな IC のベルトに挑戦したいってそんな競争できるものではないと思っているので、もうこのチャンスを逃してはいけないと思ってます。マイカがその成長した自分って言ってますけど、自分ここ何ヶ月かマイカの倍どころじゃない試合数もやってますし、いろんな形式でもやってるし、だからぶっちゃけ負ける気はないです。もう先のことしか考えてはなくて、藤本司がスタミナお化けって言われてる、松本博代が破壊する女って言われてますけど、頑丈さでは自分は絶対負けないので、頑丈さが一番強いというところを
スタミナよりも破壊よりも頑丈が一番強いってところを見せたいと思います。まあ、同じ日にシングルの王座戦があるわけですけれども、現時点で自分が勝ってどっちに挑戦したいみたいな気持ちってありますか？どっちに挑戦したい、まあそうですね、で自分は松本博之選手とシングルマッチをしたことがなくて、単純に博之さんとシングルちょっとしてみたいなって気持ちはあります、ね、自分もヒロヨさんのシングルない気がします。だからやるヒロヨさんだとしたら初シングルがタイトルマッチになるのも楽しみですけど、やっぱりの藤本さんが前回持ってて所属全員とタイトルマッチをやるって言った時に自分が欠場しててできなかったのがあったので、自分は藤本さんに勝ってもらったあの時のやり直しではないですけど、まあ、あの時より全然成長してるとは思うので、それをぶつけれるような感じで藤本さんに勝ってもらいたいなと思ってます。赤根選手、この大会当日8月9日が、野球の日ということなんですけど、はい、影響はありそうですか？ないです特にそこに乗っかるつもりはないっていう、いえ、一人でちょっとやるのは辛い。これがもしちゃんと組んでとかだったら多分野球モードになれたんですけど、今回の挑戦者決定戦ですし、ちょっと野球は一旦置いといて真面目に野球は真面目ではない。野球は真面目ですよ。真面目ですけど、勝ったらその野球愛を爆発させたいと思います。ありがとうございます。第6試合シングルマッチ30分1本勝負、はるかつくし VS 高橋七重。はい、自分は保育園生の時から全日本女子プロレスさんを初めて見て、高橋七重選手の試合を見てプロレスラーになりたいという夢ができました。そして初めて憧れの選手に出会いました。今プロレスラーになって本当に幸せですし、七重さんと出会えてなかったら自分はこの場にいないし、大好きなプロレスをしていなかったです。そんな七重さんからアイスリボン横浜武道館大会15周年記念大会で勝利したいと思いますし、今年の3月のシードリングさんの後楽園ホール大会でタッグだったんですけど、自分は直接七重さんからホールを取っているので、次は食らいつく姿じゃなくて勝ちに行く姿を楽しみに見てほしいなと思います。よろしくお願いします。そして自分の宝物を紹介させていただきます。こちら見てください。美しい、かわいい、七重さん若い、超若い。それがファンの時の宝物の写真です。そして自分が手作りした応援うちわ、どうですか皆さん、手作りしたんですよ。かわいいじゃないですか。かわいいですよね。これが自分の宝物です。七重さんから勝ちたいと思います。よろしくお願いします。もう、気持ちとしては憧れの人というよりかは、対戦相手かつ対象という感じですか？やっぱり憧れの人っていうのはこれから先もずっと変わらないことなので、やっぱりそのプロレスラーになったきっかけの人に勝たないとこれからプロレスが楽しめないと思うので、一歩ステージを上がりたいと思ってます。はい、第7試合ファンタスト ICE 選手権試合、サマーヘルボードプラス冬季持ち込みデスマッチ30分一本勝負、チャンピオン山下里奈 VS 挑戦者鈴木すず、第2代王者初防衛戦となります。それではまず挑戦者鈴木すず選手より意気込みをお願いします。はい、ファンタスト IC のベルトに初の挑戦、自分は初挑戦なんですけれども、前回の7月24日の後楽園ホール大会で山下里奈から直接3カウント取ったんですよ。だから自分には山下里奈に勝てるという確信があるし自信もある。そしていつまで経ってもルールを
教えてくれなかった山下里奈の口からデスマッチでやろう、その言葉を聞けて、その時点で私は勝ったなと思いました。だから8月9日横浜武道館、自分がプロレスラーとしてデビューした中で一番大きい舞台、横浜武道館でこのファンタスト IC のベルトを必ず取って血まみれになってやります。続きましてチャンピオン山下里奈選手、意気込みをお願いします。はい、ファンタスト IC2 代目チャンピオンの山下里奈です。まずルールの、この試合の試合形式のタイトルのちょっと変更ですね。サマーボードと言ってたんですけども、サマーヘルボードに変更とします。サマーヘルボードプラスアルファ持ち込み競技です。よろしくお願いします。対戦相手の挑戦者の鈴木すずなんですけども、正直経験値、情熱、若さ、もう上げ足取るところはないです。褒めるところしかありません。最高の挑戦者と思っております。ただあえて言うなら、その強みになっている若さ、まあ、言い換えればまだ青いかなと感じるところもあります。そこですね、私が狙っているのは。プロレス力すごいです。やりたいこともあります。すごい一本心が通ってます。ただこれはデスマッチですので、そうですね、人間力とか、あとはやっぱり生きてきた内容、プロレス以外の時間も投影されると思います。ただ血まみれの試合ではないと思います。ちょっとここぞという時の爆発力、人間力試される場面だと思いますので、ぜひ注目していただければと思います。まあ、もちろん勝ちますけど。すみません、まずサマーヘルボードということなんですけども、はい、イメージとしては、まあ、定義としては何か夏にちなんだ、狂気を貼り付けた、はい、ボードみたいなイメージでよろしいですか。はい、そうです。はい、というところのアイディアっていうのは、現時点でお二人結構アイディア、イメージがもうできてますでしょうか。自分はバッチリできてます。夏に生まれたので、もう頭の中でこの狂気を持っていって、山下里奈がその狂気を食らって血だらけになるところまでもう想像ついてます。はい、まあ、サマーヘルボードなんですけど、はっきり言って柔道高いんで、プラスアルファ持ち込み狂気っていう部分もありますので、サマーヘルボードだけにとらわれていると痛い目に遭うかなと。はい、セミファイナルインターナショナルリボンダック選手権試合、30分本勝負、チャンピオンチーム藤本司、松本ひろよ VS 挑戦者チーム世良梨紗、幸妃麻耶。まずは幸妃麻耶選手のコメントを代読します。8月9日アイスリボン初めての横浜武道館大会、初めての会場ってワクワクしますよね。ビッグマッチ大好き、そして何よりアジュレボ組むの楽しみです。セミとメインに出場する対戦相手、どんだけ目立ちたいのか知りませんが、セミはメインの前座じゃありませんから。パートナーと組むのが久しぶりだからといって全く気負いもないし、相手が誰だろうとアジュレボ再始動するからには最高の結果を、つまりベルトを体感します。こうご期待とのことです。続きまして松本ひろよ選手のコメントです。破壊する女、松本ひろよです。まずはじめに、この度新型コロナの濃厚接触者に認定され、本日参戦予定でした横浜ラジアント大会を欠場させていただきました。参戦できずに申し訳ありませんでした。私自身は陰性で体調も変わりありません。羅漢してしまった方々の早い回復を心より祈っております。横浜武道館大会まであと9日、
まずはタッグタイトルマッチ、アジュレボ初めまして、松本ひろよ藤本司の合体 VS アジュレボ復活、どちらが強いかな。タイトルマッチ2試合やるのがムカつくとか低いレベルで文句言ってたら私たちには勝てない。アイスリボンの初横浜武道館ビッグマッチ、今回の2つのタイトルマッチはたぎるような戦いの場所になると思っています。あと9日、あと9日、アジュレボ楽しみにしています。アジュレボぶっ壊すぞとのことです。それではセラリサ選手、意気込みをお願いします。はい、どうもアジュールレボリューションのセラリサです。この度アジュレボはついに再始動ということでね、もうこれを楽しみに来ていたといっても過言ではないので、まあ、雪日が反逆ですか、レブル&エネビーというものを作ってから、そんなに離れ離れになるとは思ってなかったんですけど、雪日からすいませんセラさん当分アジュレボは組めませんと言われてから、あ、そうなんだ、でもなんだかんだ1年半2年近く立ってしまいました。それで、まあ、そろそろ組みたいなっていうのはずっと雪日にラブコールは出しててタイミングを見計らってたっていう部分はあったんですけど、まあ、ついに来たなと、横浜武道館という大舞台でアジュールレボリューションが組める、その絵それだけが楽しみです。相手方さんは2試合大変かもしれないですけども、我々はがっつりそのベルト取らさせていただいて、負けたお二人でメインイベントどうぞと送り出してあげたいと思います。続きましてチャンピオンチームより藤本司選手お願いします。はい、二冠チャンピオンの藤本司です。まずそもそも、アジュレボが組まなくなった理由っていうのは別に私が別れさせたわけではないし、なんか感動の復活みたいになってますけど、勝手に組まなくなったわけなので、なんかそこは別に私は思い出はないかなと思います。で、今のコメントを聞いてると、こう組むことだけが組むことだけにこう特化してるというか、対戦相手は誰でもいいのかなっていう感じがしたので、そんなタッグには負けないなって思いました。私たちは本当にベルトを取って、まあ、私は2冠のまま武道館を横浜武道館を終えるということがあるので、はい、そんな感じで、はい、思いました。以上です。この、まずタッグのタイトルマッチというのは、はい、どうでしょう、メインのシングルマッチを見据えながらの試合になりそうですか、それとも全く気にせず行くのか、どんな感じになりそうですか。はい、やったことないんでわかんないんですけど、おそらく見据えずタッグの時はリング上ではもうタッグのベルトのことしか考えないので、私はそうだと思いますし、ひろよさんもおそらくそうじゃないかなと思います。セラ選手から見るとどうでしょう、この変則的な試合っていうのは相手に隙は生まれそうですか。どうなんですかね、こうなんか2試合やるってなると体力とか取っとくのかなって思ったりはしてたんですけど、今のコメントを聞く限り、まあ、全力でやろうって言ってくれてるようなもんだと思うので、生まれるんですかね、好きというものは。はい、ただまあ自分たちは良くも悪くも次のことは考えなくていい2人なので、もうがむしゃらにやらせていただきます。メインイベント ICE クロスインフィニティ選手権試合30分一本勝負、チャンピオン藤本司 VS 挑戦者松本ひろよ、第32代王者7度目の防衛戦です。まずは挑戦者松本ひろよ選手のコメントです。破壊する女松本ひろよです。藤本司とのタイトルマッチ、今思えば必然だったのかなと思います。私と藤本の対戦が決まれば未だに言われる松本ひろよ事件、
本人たちにとってはもう過ぎ去った過去だけど、今回のタイトルマッチはあの日がなかったらなかったのかなとも思います。他団体で藤本と対戦する機会は多かったです。でもシングルマッチは組まれない。今年私がアイスリボンのリングに戻ってきて、藤本はすぐに私の名前を挑戦者として挙げた。なぜだろう。理由ははっきりしなかったけど、あの時泣きじゃくっていたツッカが私を倒せると思って挑戦者として指名してきたのかなと思うと、もやもやした気持ちとなぜかワクワクする気持ちとたくさんの気持ちが湧き上がりました。セミで藤本司とタッグタイトル、メインで藤本司とシングルタイトル、普通じゃない？そんなの無茶？何が普通？何が無茶？それは私が決めること、そう言われることに挑戦できること感謝します。そして大きな舞台を用意してくれてありがとうございます。8月9日アイスリボン横浜武道館、終わった時に全ての景色が変わります。藤本司がトップにいない新しい景色、お楽しみに。藤本司ぶっ壊すぞーとのことです。それでは藤本司選手、意気込みをお願いします。はい、メインイベントの時にも2番の藤本司です。そうですね、やっぱりひろよさんとシングルマッチってなると、どうしても昔の松本ひろよ事件というものが思い浮かんでくる人がたくさんいるんじゃないかなと思います。ただそれはもう13年前のことですね。私がデビュー5戦目の時に1分2分ぐらい止まってしまって何もできなかったっていうことがありました。はい、まあ、1対2のハンディキャップだったんですけども、まあ、そういうことがあって13年経ってアイスリボンの15周年という大きな舞台でシングルができるっていうのはとても感慨深いんですけれども、私としてはもうそこはもうわだかまりはなくて、フリーで15年ずっとやってきた松本ひろよ、中心でずっとやってきた松本ひろよに勝ちたいっていう思いが先行してこのベルトをかけて、挑戦してこいと伝えました。ひろよさんに勝たないと今まで、これからまあ茜なのか舞花なのか挑戦してくる人とも戦えないし、今まで挑戦してきてくれた人がみんな言ってくれるんですよ。必ずまた挑戦するのでそのベルト巻いててくださいって。その子たちの約束も守らなきゃいけないので、まあ、15周年という舞台でこういうコロナ禍の中で本当にあと1週間ですけれども、必ずハプニングは絶対起きると思うんです。でもそういうハプニングを強みにしていくメンタルが自分はもう持っていますし、それは取締役だからじゃなくてチャンピオンだからやるべきことだと思うので、もう私が主役の大会っていうのをもう声を大にして言いたいと思います。最後に2冠になっているのはこの藤本司です。以上です。15周年の、プレイヤーとしてチャンピオンとして顔として、はい、横浜武道館が終わった時のリングでお客さんに、まあ、こういう状況で前哨戦もかなり変更だったりいろいろあったと思うんですけども、その中で最終的には勝ってこうお客さんにどんな光景を見せたい、どんな逆にこうどんな光景を見たい、どんなことを伝えたいってありますか。まあ、やっぱりもう誰しもが今不安な、なんというか不安に過ごしていると思うんですけど、もしかしたらプロレスを見に来ることも不安なことかもしれないですけど、見に来てやっぱりプロレスで幸せになってほしい、
それは選手だけじゃなくてお客さんも含めてなので、そういう気持ちで帰ってほしいなって、それができるのはメインイベントで私が勝つことが